かに1本桃山スリバクって桃山スリバク、さすがザ・カプキーって感じですね、うんうん、ちょっとデニムにも合いますね。そうね、マジで好き。はい、皆さんこんにちは、カプキー店主の玲子です。急遽用意しましたあのね、基本カプキーの着物には多分全部合うと思うの、はい、今ね店頭に並んでるこのディスプレイボードにかかってるねお着物たち、どれをとっても基本桃山すりばくはもう合います。それも皆さん分かってると思うんです。ただそうじゃなくって一家に一本桃山すりばくっていうことは皆さんのお家にあるお着物とかで本当にコーディネートが合うのかっていうのを検証したいっていうところで、私の私物だったりとか、まあ私の私物って言ってもまあカプキで作ったものも多いんだけど、カプキのものでないものだったりとか、あとはねスタッフの上美ちゃんの私物だったりとか、はい、割と皆さんのお手持ちに近いであろうお着物を用意して、それで各コーディネートができるかっていうのを検証したいと思います。全部で7ルックお願いします。これはね全部私の私物で、こっちはカプキを始める前にうちの母の友人からねお下がりでいただいた絞りのお着物で、松の柄がね入ってるものなんですけども、総絞りでね本当に素敵なの。これにまず桃山すりばくを乗せてみました。この時点で合いますわよね。絞りのこれ訪問着になるから、まあ、結構これはきちんとしたコーディネートをしようかなと思うんだけれども、桃山すりばくは、まあ、基本シルバー系なんだけれども、まあ、一本一本ちょっと個体差があって、はい、このムラな感じは違うんだけど、ちょっとね黄みがかってる部分もあるから、あえてシルバー系じゃなくてこの白とゴールド、こういうお色味を持ってきてもちょっとフォーマル感で、それで、まあ、フォーマルだから色を差しても可愛いかな。カプキ実はこんな可愛いリンダシの帯揚げとかもあるんです。こっちが梅ね、こっち楓でね、だからどの時期でも使えるっていう便利なリンダシです。赤をちらっと見せた、あら素敵じゃない、どうかしら、素敵、私もこれ着たいわ、着ます。今度機会があったら YouTube で。そう、これはね歌舞伎始めて 2,3 年目ぐらいでお店でも扱ってたんだけど、源氏香のね柄が入っている白生地をこの時はこの淡い紫色に染めたんだけれども、フォーマル系卒乳とかに合うんじゃないかしらと思って当時確かね作ったの。ありがとう。そうなの、なんかねその時そういう気分だったのね私。こういうねお色味って割と皆さんお持ちじゃないかしら、うん、桃山すりばくを載せまして、でもまあそうね時期的にちょっとこういうので卒乳に出られるお母様たちも多いと思うので、まあ、そういう時もまあさっきに引き続きフォーマル系がいいのかな、まあ、さっきもさくらさんの帯締めだったんだけど、これはもう白にシルバー、さっきの色違いのゴールドだったんだけど、もう基本シンプルにねまとめてすっきりと帯揚げも、これは本当私シンプル好きなのよね、この辺白系、まあ本当にもうこういうすっきりちりめんちょっと脂肪の強いこういうのでもいいし、ちょっと刺繍が入っててね、こういうのがお似合いの方はこういうのでも、ほらあら可愛いじゃん、吉祥文様ね、天神唐草、唐草文様、これいいじゃないね、これも合うでしょ、桃山すりばく、ほらもう完璧でしょこれねカプキ始める時に八王子の石塚線香さんの方でうち、うん、江戸小紋染めてもらうっていうことになって、そしたら私も江戸小紋1枚何か作りたいわって言って作っていただいた市松柄のね江戸小紋なんだけど、黒じゃないからね強すぎなくってね、本当に何にでもねあってね、私の大好きな江戸小紋なんだけど、ぴったりね、もうびっくりするぐらいぴったり、そんなに強い色にならないじゃない江戸小紋って、はい、だからなんか桃山すりばくはどんな江戸小紋でも包み込んでくれるような気がするわ。さあじゃあこれに何にしようかな、ちょっと洒落た感じにしたいから色味差してもいいかもね、ちょっとこんなグリーン系もいいかな、でもあーやっぱこっちだな、個人的にはほらほらほらこれだ、ほらこれが来たら
これくらい、これね、前回モノトーンフェアの時に姫ちゃんが桃山すり箱にそれこそ合わせてたはず。これに締めると可愛いのよ。グラデーションになってて、片方が薄ねずって片方が黒っていうのとかはどうかしら。じゃん、あら素敵。なんかね、いやこっちでもいいのよ、個人的な好み。そうなの、これね、ウエムちゃんのね、お着物なの。ウエムちゃんがこの瓶型とね、大島あるんじゃないかしらっていうので、で割とさ、もう大島なんて絶対皆さんタンスの中に1枚はあるご家庭多いじゃない。ウエムちゃんもこれお母様のおばあちゃんの。そうです、母の。あ、ウエムちゃんせっかくだから、じゃあ一緒にあれしましょうよ。ウエムでーす。こんにちは。こんにちは。ね、そうよね、そうですね、ちょっとお酒飲んでないと緊張しますけど。、はい、緊張しないで。母から譲ってもらった着物なんですけど、玲子さんにちょっと合わせていただきたいなと思って持ってきました、うん、素敵よね、これもね、瓶型も、うん、そうなんです、そうなんです、そうなんですね、ちょっとこれ見て、そうそうですね、一家に一本桃山すり箱、はい、ちょっと欲しいですね。欲しい。で、乗っけただけでもこういう瓶型にも似合っちゃうわよ。本当に合いますね。ね、うん、染めの名古屋みたいなのを持ってて、うんうんうん、同じようなブルーの、うん、それと合わせてお出かけしたりはしてましたね、うん、そうね、だからこういうコモンの瓶型、うん、だから、まあ、割とカジュアルな感じでもね、うんうん、いいのかしらね、うん、何がいい？ちゃん、この辺とか、そう、好きなんですよ、個人的にはとってもこれいいわよね、うん、なんか小物はお着物に合わせてこの辺のっけちゃってもどう？かわいい。そうなんです、レイコさんね、早いんです、コーディネート。でもまあこれも良かったか、うん、かわいい。でもうんちゃんがこれ好きよね。それ好きなんですけど、かわいいです、うん、じゃあ帯締めするね。はい、帯揚げのネイビー、これとか、あ、素敵。そう、こんなね、素敵な絞りの帯揚げもございます。帯揚げも素敵ですよね、じゃじゃん、ほら、あ、素敵。いいじゃない、いい、ちょっとブルー系ワントーンコーデ、うん、すごい素敵、ありがとうございます。もうこれバッチリですね、うん、ほんと素敵、うん、この柄に対してこういう帯締めをね合わせるっていうのはなかなか自分ではちょっと思いつかないと思います。でもすっごいワントーンですると素敵ですね、うん、垢抜けた感じになるね、うんうんうん、大島で、ね、大島紬お気に入りなんです、とっても、ね、はい、素敵よね、これね、以前はよく着てました。着付けレッスンを習い始めた時に、うん、着やすいので、そうよね、シャリ感、シャリ感が、何て言うのかしら、うん、大島独特な、はい、なのでこれで練習していました。着付けレッスン間もない頃の上に、ちゃん、いろいろね、5年前ぐらい、そうなんですよ、そうなの、始めたの。公式アカウントの方は割ときちんとしたビジュアルをね、うん、撮ってもらってあげてるんだけど、割と普段の私たち YouTube ではね会話見れるかもしれないんだけど、うん、まあ基本出てるのは私じゃない、うん、でも他のスタッフたちもみんな普段こんなの着てるよとか、はい、そういうのをね、そう、楽しい感じでね、そう、お客様喜んでいただけるかなと思って始めました。ぜひフォローしてください皆さん。これもでもこれどうですか、なんか全然私思いつかないんです。いや全然ありだよね、うん、ありありあり、うん、懐が広い感じで、はい、スリバック、さすが。どうしようか、いろいろ、これ織りのね、帯揚げでね、すごいボリュームもあるんだけど、すごいいい色でしょ、うん、この辺でこうワントーン的な帯と帯揚げをなじませて、もうそれかもう本当に帯締めもグレー、おー、かっこいい、大人っぽい、大人なんですけど。十分ね、すいません、十分すぎるぐらい大人でした。そうでしたね、そうでしたね、はい、忘れてました。これもいいけれど、うんうん、もうちょっとなんか刺しても可愛い、うん、でもこれはこれでいいわよね、うん、それか思い切ってもう染めのこういう柄、うん、かわいい、私好き、あ、本
当、うん、あ、じゃあちょっとこっちじゃなくて好きです、その感じ。これ可愛いわよね。可愛い、私も可愛いから入れたのよ、うん、どう、ちょっとなんか新鮮、いいわよね。いい。そしたらなんか、うん、これもでもちょっとこっちに柄がいっぱいだからここまで色入ってるのより、うん、これくらいの方、わ素敵、わあ、わ素敵、できた。こっちいいじゃない、できた。素敵、これウェブちゃんっぽい、なんか、あ、嬉しい。お土産もすごい好き、ね、かわいいわよね。かわいい、ほんとほら、着物仲間とお食事、ね、お食事、そうですね、みたいなこう、うん、キャプションがね、うん、ついてそうな感じで、うんうん、そうね、さっきのはさっきので、ね、すっきりしてて、うん、素敵。次はね、これも素敵ですね。そう、これね、勇気なの。私そうなんです。あのね、カプキ始めるときに着物ほら何も知らない初心者じゃない、はい、なんか漠然と江戸小紋と結城はカプキで取り扱いたいって思っていて、うん、でこのね結城紬、あの辰田屋さんってところから入れさせてもらってたんだけど、で最初にやっぱりお店開くときにさっきの江戸小紋もそうだけど1枚自分用にって言って、で割と雪の中でもちょっとこういう島のねちょっと粋な感じのやつを選んで作ったんです。すごいかっこいい、ね、裏地がね、これがね紫色でね、素敵、ほんと玲子さんっぽい、ほんとよく着てたの、最近ちょっと着てないけどね、うん、そして桃山すり箔、ここにも合いますね、はい、もう合います、間違いないですね、はい、息子の卒業式に締めてた銀座の帯とか蛇側の帯とか、うん、でもかっこいい帯ですよね、合わせてた。で、まあ、蛇側とはまあ全然質感は違うけど色味とか割とこんな色味でよくまとめてたわ、うんうん、ということでかっこいい感じにいたしましょう。あ、黒グレーとか、これもね、これもね、この帯、あれかわいいの、見て見て、ほら、いや素敵、これもこれね、黒とグレーのね、グラデーションになっててね、ほら、うん、シスのね、部分がちょっとサテンっぽくってキラキラし、まあ、出す場所によってで、うん、雰囲気も変わって、雰囲気が変わる。あら、どう？わ、粋ですね。ザ、シンプル。いやー、なんかザ、カプキって感じですね。素敵、かっこいい。いいじゃない。そうなのよね。でもこういうコーディネートにしたら、すごい、うん、すっきり、うんね、クールな感じで、かっこいいコーディネートになったかと思います。うん、ちょっとデニムにも合いますね。そうなのよ。これも今までやってるようでやってない、ね、やってないかも、うん、あれはやったわよね、大々で、そう、うんうん、大々のね、私も来たし、うん、マイコも来た、マイコも来た、そうそうそう、だからさ、やっぱりさ、デニムはさ、カジュアルだから袋帯なんてって思われる方多いと思うんだけど、いや別にいいじゃない、全然いいですよ、ね、かっこいいんだ、なんかランクが上がりますね、そうそう、だからそれこそデニムで卒入とか出られる方とか、うん、帯は桃山すり箔なんてされたら最高、あり、あれ、うみちゃん今年、そうなんですよ、卒業式なんですよ、下の子の、ね、日にちもこの間聞いたばっかりで、と思ってどうしようと思ってたんです。あれですね、でもあれじゃない、学校も割とさ自由な、そう、超自由な学校なので、下の着物で言ったらね、ママかわいいとか言ってくれるかもよ、ね、ちょっとありですね、これにしようかな、デニムに桃山すり箔、え、ちょっとコーディネート見たい、れいこさん、どうする、何しよう、この尻尾柄とかだね、かわいい、ちょっとグリーンが入ってるんですね、ちょっとウムちゃんっぽくない、好き好き好きよね、うん、こんな感じ、いい、結構ウエムはカジュアル上級者だから、カジュアルなんですよね、ものをどちらかっていうと、そうですね、かなりこなせるんですよ、これいい、好き好き、あ、その感じも好きなんですよね、この感じもウエムちゃんいけちゃう、うんうんうん、どう、いい、卒業式って考えたら、うん、なんとなくこっちの方がちょっときち、ま、ママ感ありますね、これがちょっと普段の感じがするかも、うん、こっちの方がちょっときちっと、これにしよっか、うんうん、これも好きでしょ、大好き、好きでしょ、すっごい好き、狙ってました、はいはい、あ、ちょっと素敵、マジで好き、すごい好き、
可愛いよね。これはね本当に狙ってたんです、ずっと。この色合わせなかなかカラーリングが、さくらさんの小物ってカラーリングすごい素敵よ ねモダンなの、古典すぎず、ありそうでないですよね、うん、これ本当にこの紫とちょっと水色とグリーンと入って、うん、ちょっと、まあ、卒業式だとカジュアルすぎる、どうかしら。すっごい好きですけどね。好きだけど、でもちょっと卒業式にするんだったら、まあね、あ、ちょっとキラッとねさせた方が、でもちょっと上美ちゃんっぽくない？そう、なんかね、あの上美ちゃんっぽいよ、こっちね、こっちですよね。っていうか、まあ、卒業式じゃなくてもいいね、普段でね、うん、これがいいかも、私的に、うん、私もこれが好き。そう、うん、そこがポイントですよね、やっぱり、ね、元気な感じがね、ちょっとないと。元気があればもう何でもできますからそうです、そうです、はい、こんな感じのコーディネートで、こんな感じ、素敵。あ、もう7コーディネートですね。あ、本当だ。っていうか本当に何でも合う、全部合う。これでもう間違いないわね。間違いないです、されたね。だから私が適当に言ってたわけじゃないのよ。適当に言ってたわけじゃないですよね。そりゃそうです。桃山すり箱、気になってる方、お家にあるお着物を実際持ってきてもらって、あ、そうですね、うん、それで乗せてどうかって、うん、やっぱりね、なんか色味って、うん、頭で想像して覚えた色味と実際に置いた時って違うじゃない。違う違う。そう、だからそういう意味でもうち全然持ち込んでいただいていいので、うん、これに合わせたいんですけどどうですかってかっていうののご相談も乗るので、うん、一家に一本桃山すり箱ぜひご検討ください。はい、ありがとうございました。